こんにちは、お疲れ様です。そうですね、売れてる人、ビジネスでうまくいってる人がやってることってのは、確かに商品たくさん作ってますね。で、商品がたくさんなんで作れるかっていうと、人の問題解決にものすごく意識を向けてるんじゃないですか。で、商品ってのは必ず誰かの問題解決をするんですよ。お腹が空いてる人に、あ、お腹がいっぱいになってありがとうって言ったらね、飲食店ができるわけですしね。それから、大学受験で成功したいんだけどっていう時にはテキストをこう作って販売するってものがあると思いますし、で、恋愛でうまくいきたい人にはどうやったらね、異性の心をつかめるかみたいなことをね、そういったノウハウを恋愛攻略本っていうのをね、出したりとかするのかもしれませんしね。とにかく商品って問題解決なんですよ。で、そうなると稼げる人っていつも人の困ったに目を向けてるんじゃないかなと思うんですよ。自分は困ってないからどうでもいいよと、自己責任だよっていうんじゃなくって、どっかに困った人はいないかなとかね、どっかに悩んでる人はいないかなっていうふうに、ものすごく優しい気持ちを持った人なんじゃないかなと思うんですよ。自分さえ良ければいいよみたいなこととかね、いや自分にはとてもじゃないけども人のことを世話してる余裕はないよっていうんじゃなくって、それでも何かできることはないかなっていうふうに、あと一歩あと一歩っていうふうに普段から考えてらっしゃる方が、人の問題解決をどうしてもしてみたいなとかね、悩んでる方や悲しんでる方の、まあ、心に寄り添っていきたいなっていう、それが商品になっていくんではないかなと思うんですよ。で、じゃあそれをなんで無料で出さないのかってことなんですけども、まあ、無料で出してる例もあると思うんですよ。だから無料がいい人はそういった無料を探せばいいと思いますし、でも人の問題解決を継続的にしようと思ったら必ずそこにコストがかかってくるんですよね。まあ、ですのでそのコストを回収しないと次の人の問題解決をするための活動とか商品ができないから、やっぱり商品には価格がつくってことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろんね、本当に世のため人のためになりたいんだったら、お金なんて取るなって言うんだったら、無料の情報が溢れてますんで、無料の中から一生懸命探せばいいと思いますしね。ただ探さなくてもパッと目の前にあるのがセールスレターってやつなんですよ。だから基本的にはお金をかけて物を買った方がトータルのコストっていうのはね、実は割安になるんじゃないかなと思うんですよ。お金がかかんなくても時間がかかってしまえば、それは本末転倒になってしまってね。よくこれ人が言うことなんですけども、お財布の中から1万円取られたら、おい返せよってなるけども、でも無駄話に15分付き合わされても、なんか無駄な時間使ったなぐらいで、おい15分返せよと思わないでしょ。どっちが大事なのかっていうと、明らかにお金の方じゃないですからね、時間の方ですからね。この感覚を多くの人が持たない限りは、お金を取られたらね、返せよってなるけどもね、時間を取られた時にポカーンとしてるみたいなことが続くんじゃなかろうかと思います。お疲れ様です。